Howdy, folks. This is Band 0073 here, cruising the land, going the wrong way to go, pulling into that car park with the handbrake. Today I'm bringing you part 40 of my Sword Art Online Fatal Bullet Let's Play. And today we're going to be tackling some more character events. So we're going to knock all these over in the episodes, and yeah. And then we're going to get on to the true ending. Just say, come take a. Yeah. Yo! Genki so janai ka. Kore wa ii taimingu nano kana. Sa na. Eya na. Ore tachi wa Egiru ga misetai mono ga aru tte iu kara kita ndakedo yo. Nani shiro Egiru da mon na. 悪い話じゃないんだろうけど、財布に厳しいことも多いからな。おいおい、ご挨拶だな。俺は顧客に損をさせるような不義理はしないぞ。なるべくはってことだろ。悲しいことだが、商売に絶対はねえからな。まあ、ちょうどいい。3人ともこっちに来てくれ。 お得意さんに耳寄り情報をプレゼントだ。さて、お立ち会い。こちらに取り出しましたるは新商品。防具としての性能もさることながら、この洗練された外見はどうだ。美しいスパイクとショルダーアーマー。縦髪も凛々しいホーンドヘルム。レアリティも高ランク。こいつを装備すれば、 Why can I see Klein doing something with this? Oh wait, yeah. I can see Klein doing it, but I just realized there's a CG in this scene. There's a CG here. Doda. Hoshiku natta daro. ここで売ってやってもいいんだが、何しろレアものだから、相場ってやつが当てにならねえ。データ面から一応の値付けはできるが、どうせなら付加価値ってやつをつけたいな。うん、まあ使い心地とかのレビューがあるといいんじゃないか。うん、そうだな。あとはあれだ。 似合うやつに着こなしてもらうってのだな。やっぱよ、かっこよく装備されてるものは欲しくなるじゃねえか。こう？なるほど、悪くない。採用だ。ちょうど今4着あるしな。みんなでこいつを装備して狩りに行こう。お前らみたいな有名人が着ていれば評判も上がるってもんだ。もちろん手間賃は出す。どうだ、 頼めるか。 これも乗りかかった船か。 レベリングにもなるしな。 3人とも助かるぜ。 行き先は 荒野エリアで決まりだな。 He knows it takes on different things for different characters. I did tell you that it was a CG, so. Oh, and I have to add. Anyone ever noticed how in the actual 3D scenes, Aegil looks like Kratos from God of War in the face? And my god, I never knew he was that chiseled. Just saying. I know that's his avatar and all, but still. Hey! Well, out of those three, if I had to join, I'd take Kirito's or Klein's. Now, I think it actually molds to certain characters, individual things, so. The girls had it on that have an HM slot in the variation. 炎を振り回してるのと勘違いしてるんじゃねえだろうな。銃だぜ、銃。さあさあ、
もっと張り切っていこうぜ。せっかく来たからにはたっぷり宣伝しないとね。ああそうだな。てえ、ね、キリトよ、お前は一応剣だから様になってるよな。この格好でちまちま照準器を覗く俺の悲しみがわかるか。クライン、お前ももっと声出せ。わったよ。おらー、どけどけ、クライン様のお通りだぜ。せい、ふっ、へっ、レアドロップでも落としやがれ。そう、君も頼む。よし、いいぞ、行くぜ、エネミーども。なあエギル、結局あのアーマーどうなったんだ。うん、どうやらマニアの目に止まったらしくてな、結構な値がついているぞ。へえ、ちゃんと儲けたんだな、さすがじゃねえか。これもお前たちのおかげだ、感謝してる、ありがとうな。You gotta look at Eagle's face, he looks a little bit like Kratos from God of War. ああ、俺たちが役に立ったのならよかったよ。おうよ、こういうのはお互い様だからな。そうだな、何かあったら今度は俺を頼ってくれ。とは言っても、口約束で礼を済ますってわけにもいかんよな。ん、なんだ、分け前でもくれるのか。マジで、俺欲しいレアアイテムあるんだよ。クライン。まあ直接クレジットってわけじゃねえが、例のチャンピオンな、お前たちなら特別に仕入れ値で売ってやるぜ。いや俺たちじゃ販路がないから売るのは難しいぞ。切ればいいじゃないか。なんだと？あれ着て街に出れば注目の的だからな。いや俺はいいよ、今の服に愛着あるし。そうか、ならクラインはどうだ。いや俺もちょっと。あれ着てれば新しい出会いがあるかもしれないぞ。That up again. Yeah, しかし。お前も欲しくなったら言ってくれよ。注文はいつでも受け付けるからな。もっとも、先に在庫がはけちまうかもしれんがな。That was odd, to say the least. Yuki. Ah, konnichiwa! Kimi mo log in shite tan da. Boku mo sakki log in shita toko. Ii yo ne, Gigi wo. Dekiru koto ga takusan atte. Un! Jitsu wa ne.今日は新しいことにチャレンジしてみようと思ってて。そうだ、せっかく会ったんだし一緒にやらない。二人でやれば楽しさも2倍だよきっと。ああそっか、ごめん、まだ何も言ってないもんね。GGO っていろいろと乗り物があるでしょ、そういうのに興味が湧いてさ。それでバイクに乗ってみたいなって。ちゃんと運転するのはすごく難しいらしいんだけど、何でもやってみないとね。うん、決まり。それじゃあ出発。バイク借りてきたよ。君の分？こっちは僕が乗るね。
これがクラッチ、こっちがギアで、アクセルが、うわあ！危ない危ない、倒れちゃった。でも難しいのは分かっていたことだしね。見てて、ちゃんと乗りこなしてみせるから。あ、そうだ、そういえばさ、君はバイク乗れるの？そうなんだ、すごいね。どうして乗れるか聞いてもいいかな？そっか、これってあれかな、人に歴史ありみたいな。見直したって言うと変だけど、うん、尊敬するよ。さーて、僕もどんどん練習して走れるようにならないと。また転んじゃった。これで10回目。ちょっとずつ感覚はつかめている気がするんだけど、やっぱり難しいね。でも僕、こうやって挑戦できるってことがすっごく嬉しいんだ。 GGO みたいなゲームをしてなかったら、マニュアルオートバイの練習なんてできなかったと思うしね。ここの練習場にいるプレイヤーはフィールドでうまく運転できるようにって来てるんだろうけど、僕はとにかくバイクで走ってみたかったんだよね。みんなでツーリングしたり、高速を飛ばしたり、夜中にフラッと海まで走らせたり。まずはこのバイクを乗りこなさないとね。よし、やるぞ。HP は減ってないけど、さすがにくたびれてきたよ。少し休憩しない？ドリンク持ってきたから分けてあげるね。ちょっとゆっくりしようよ。さっき HP は減ってないって言ったけどさ、いくら転んでも怪我一つしないのはちょっと物足りないかな。ああ、別に痛い思いをしたいわけじゃないよ。そうじゃなくて、体験の厚さっていうか濃さっていうか、とにかく全部感じたいなってこと。アルバイトしてお金を貯めて、時間を作って教習所に通って、厳しい教官に怒られたりしながら運転を覚えてみたいにさ。うん、すごくしたいとは思ってるけど、しばらくはちょっと難しいかな。実は僕、リアルでは病院にいるんだよね。無菌室から出るのは無理でさ。もうずっとこうだから、多分ライブ時間で言ったらかなり長い方じゃないかな。ああ、誤解しないでね、今にも死にそうって言うんじゃないよ。ちょっと前までは余命3ヶ月なんて診断されてたけど、最近は安定してるんだから。それでやっぱり気持ちが少し違ってきたんだ。みんながいっぱい励ましてくれたからかな。なんていうか、普通のことをいろいろやってみたくなって。今回もそうだよ。だってほら、その改めて言うと恥ずかしいけど、バイクで青春とか憧れない？え？それってタンデムでってことだよね？いいね、そういうのも楽しそう。ぜひお願い。すごいな、思ったよりずっと
ていう感覚が新鮮。ずっといいなって思ってたんだよね。みんなでツーリングとか旅行とか、予算を立てて予定合わせてワイワイ言いながら計画してさ、前の日の夜はワクワクしてうまく眠れなくて、待ち合わせの時間にちょっと目をこすりながらおはようって。お昼はお弁当か、それともどこかのお店に入るのかな。目的地はどこだろう。海とか山とか遊園地とか、案外走るだけが目的かも。こうやって君の背中で揺られてるとさ、そういうことの実現にちょっと近づいてる気がするんだ。だって今僕はこうやって風を感じてるんだからね。そりゃ今はまだ VR だけど、そのうちリアルでも同じことができるよね。そうだね。うん、バイクもちゃんと練習しておくからね。もうびっくりするくらい上手くなってみせるから。華麗なテクニックでビュンビュン走っちゃう。でも今はこの時間が大切かな。僕を遠くへ連れてってなんてね。今日はありがとう、すっごく楽しかったよ。それに君の特技もわかったし、今度はリアルでツーリングできるといいな。それじゃあまたね。勇気って本当に強いわよね。どうしたの急に。いきなりそんなこと言われると照れるよ。謙遜することないわよ。さっきの戦いですごい活躍だったじゃない。クレハの言う通りです。勇気はかっこよかったです。ねえ、どうやったらあんなに強くなれるの？何か秘密の特訓してるとか？勇気の強さの秘密か、それはオイラも気になるな。ぜひ聞かせてくれ。そう言われてもな、僕個人のことだから参考になるかはわからないよ。それでも構わないわ、教えてくれるならとっても嬉しい。まあそこまで言うならと言っても経験をいっぱい積んだからとしか言えないんだけどね。経験？勇気ってGGO はそこまで長くやってないわよね。うん、 GGO はね。だけど他のゲームはいっぱいやってきたからさ、 VR 空間での動き方とか敵の動きへの反応の仕方とか、そういうのはどんなゲームでも共通するところなんだよ。なるほど。やっぱり時間かけて練習して上手くなってくしかないか。そうだね、地道な努力が一番だよ。勇気の場合はそれだけじゃない気もするけどな。え？アルゴ、それどういうこと？やっぱり勇気には何か秘密があるの？知りたいか？もちろん。いいのか？この情報は根が張るぞ。なんせとっておきのネタだからなと言いたいところだけれど、これはあくまでオイラ個人の考えだ。情報ですらないから金は取らないよ。あら、珍しいわね。でも助かるわ。それで勇気の強さの秘密っていうのは？センスかな。時々いるんだ、他の人たちとは明らかに違うやつらっていうのがさ。明らかに
違う？ああ、勇気もそうだし、他にはキーボーとか、あーちゃんとか、シノンとか。あとは、君とかさ。当然ですね。マスターは最強ですから。Thanks, Ray. I hope that was really, needed for this conversation. 最強かどうかはともかく、とてもニュービーとは思えない成長っぷりには驚かされるな。ま、世の中にはすごい奴らがいるもんだ。あ、どうしたんだ？それじゃあ、センスのない凡人は強くなれないっていうの？そんなことはないよ。オイラたちみたいな凡人のためにあるのが情報さ。敵を知り、己を知れば百戦危うからずって言うだろ。情報さえあれば、どんな強敵にも勝つことができる。オイラはそう思うけどな。なんだ、ただの営業トークか。いやいや、嘘偽りない本心だぞ。でも、勝つための情報収集はすでにもうやってるしな。あ、じゃあさ、一気に強くなれるようなすごい特訓の情報とか売ってない？ああ、そういうネタは売ってないな。勇気の言ってた通り、地道な練習が一番だ。そっか。ま、そんなうまい話は転がってないわよね。クレハは強くなりたいんだね。うん、強くなりたいよ。クレハも十分強いと思うけどな。ほとんどトッププレイヤーみたいなもんじゃないか。そうですよ、クレハは強いです。ありがとう。でもこの程度じゃまだダメなの。もっともっと強くならないと。誰にも負けないくらい。クレハの気持ちはちょっとわかるよ。僕も誰よりも強くなりたい。強くなって僕はこの世界にいるんだって証を残したい。勇気もそんなこと考えるんだ。あんなに強いのに。今の強さは関係ない。むしろ今よりもっと強くなりたいってそう思うよ。強くなりたいってのはオイラも同じだぞ。私ももっと強くなりたいです。もうみんな強くなったら意味ないじゃない。でもちょっとだけ安心したかも。みんな強くなるためにいろいろ悩んでるんだね。よし、それじゃあ早速次のクエストを受けに行くわよ。いっぱい戦ってもっともっと強くなるんだから。I'm not sure how that was meant to work, could I have it? Okay! Well, so we'd end this end of the map, let's talk to Rain. どこにあるのかな。ここにもないか。だけど、何としても見つけないと。I think I know what event this is. あ、こんにちは。そうだ、ちょっと聞いていいかな。この町でマイクを売ってるところ知らない？うんうん、通信機で使うやつじゃなくてボーカルマイク。ほら、歌手の人が持つようなの。わかんないか。まあそうだよね。困ったな。
緒に探してくれたらすごく嬉しいよ。それじゃ行きましょう。ここにはあるかな。ジャンクもいろいろ置いてるみたいだし、もしかするかもだよね。今度こそ見つかるといいんだけど。うん、実はね、 GGO の中でライブがしたいんだ。実は私リアルでも歌ってるんだよ。まだまだ修行中の身だけどね。でもすっごく頑張ってるんだよ。 VRMMO も今は息抜き程度かな。やめられないって言い方もできるけど。それでGGO にログインしてきた時に思ったの。こういう荒れ果てた世界で歌うの面白そうだなって。準備に走り回ってね。衣装も用意して、小さいステージも借りられるようにして、あとはマイクだけというところまで来たのよ。この店にあるのはヘッドセットにスロートマイクに、これは昔のトランシーバー？確かにレアはレアだけど違うな。もう軍用品ばっかりね。分かってはいたけれど。ごきげんよう。あら、プレミアちゃん、こんにちは。どう？ GGO は楽しんでる？はい、とても興味深いです。そっか、よかった。きっとセブンも喜ぶわね。セブンのためになれば嬉しいです。つまりもっと楽しみたいです。お願いね。あ、セブンっていうのは私の妹でね、 MIT を首席で卒業した天才で、今は VRMMO の開発をしているの。Genius is an understatement. あ、MIT 卒業って言っても飛び級だからね。セブンはまだローティーンだよ。そこがまたすごいよね。あ、えへへ。ところで、二人は何をしていたのですか？ Actually, one thing I've noted about Premiere, folks.I think she's quieter in this game than she was in Hollow Realization. Maybe it's just an observation from what I've seen so far. ちょっと探し物を。そうだ、プレミアちゃん、マイク見てない？こう、ステージで持つようなやつ。はい、見ました。そっか、やっぱりね。って、え？向こうの路地で楽器を奏でていた人が、そのようなアイテムを使っていました。そうか、同業者。盲点だったわ。さすがプレミアちゃんね。リゾッチが広い運があるって言ってたけど本当みたい。 Well, I guess she calls Liz Lizzie. Love it. 私の散歩が役に立ったのですか？立った立った、すごく立ったよ。じゃあ私今から入手方法を教わりに行ってくるね。ライブの予定が決まったら連絡するから、二人とも来てくれると嬉しいな。じゃあまたね。今日はありがとう。わあ、来てくれたんだね。向こうにお客さんがたくさん集まっていました。ありがとう、二人とも。あのね、最初は軽い気持ちだったんだ。スポットライトを浴びて歌ったら楽しいだろうな、くらいの。でも、ずっと続けていくうちに、歌とステージが夢になったの。私、みんなに声を届けて、たくさんの心を震わせたい。みんなに熱くなってほしい。
から今日は本当の本気で歌うよ。仮想の声でも仮想の耳でも心と心は本物だから。見ててね、私頑張るから。どうしたの？ Oh, that's right. I forgot Rain's one of these ones that you can get the bed scene with in the regular mode. Yes, Rain. God, if family wasn't important, I'd be worried. お邪魔しまーす。やっぱり GGO はいろいろと勝手が違うよね。私これまで近接バトルが中心の VRMMO を遊んできたから、なかなか銃撃戦にはなれなくて。Yes, Alfheim Online, specifically, at least for the context of this series. I suppose, and actually I should add Holorealization in there as well. Anyway. でも、こういう時こそ、日々の睡眠が大事だよね。しっかり寝て、次の日に備えなきゃね。それじゃあ、おやすみ。そんなすぐに寝られない？そっか。実は私も寝られないことはよくあるよ。小心者だから気になることがあるとよくそうなっちゃうの。でもそういう時にはよく歌を歌うんだ。子守歌ってやつかな。お母さんに小さい頃よく歌ってもらった歌、この前妹のセブンにも歌ってあげたら、なんとなく覚えてるって言ってたんだよ。え、聞きたい？ここで歌うのはちょっと恥ずかしいな。でもそこまで言われたら歌わないわけにはいかないよね、歌手志望としては。You might want to think about that one, Rain. Yes, you definitely might want to think about that. I reckon that might get a few comments down below.This is going to sound rather perverted of me, but how on earth are her boobs even staying there? I know it's a VRMMO, so things don't quite necessarily work to reality, but still. Considering what she's wearing, her boobs should not be staying as if she's standing up. Just putting that out there.Like, I have. Oh, yes, of course, because you gotta get the other bed scenes. So I see why that's still there. Well, let's finish off this episode with a little bit of Straya. Prove a concept. Yep, I was right, that's Liska right there in front of the shop. どうしたの?Wait, what? That's the only man I've got to do with her? Hi!
it's great to have somebody to talk to. And being a supporter, well, a mental health counseling AI, she knows exactly how to deal with people. I suspect her. Actually, I might do a little bit of a video on the a little bit of background with some of the characters at some point. Right, I'll probably have to do that amongst my Axe Level vs Sword Art Online videos, which I'm still posting, so still got plenty to do there, guys. Again, I should be bashful in the translation. For those who are wondering, bashful is just another word to mean shy.今度は難しい顔になっちゃってどうしたの？え？明日のクエストでどう攻略しようか計画を立ててる？ああ、そうだったね。あれは結構難しそうだから色々考えておいた方がいいよね。そういう時は私を頼ってよ。 演算処理や効率的な手順の導き方はお手のものだよ。なんといっても、AI の性能が売りの NPC だからね。え？人間っぽいから私が NPCだってことを忘れてた？それはそれで嬉しいかな。 なんかこうしておしゃべりしてると時間がどんどん経っていくよね。やめ時が見つからないし、そろそろ寝よっか。じゃあおやすみ。<笑> I'm just gonna do it. My word. This is gonna be one of those games, isn't it? Which is yeah, they must reappear at some point. Like, if I go out of town and come back, or go into my room or whatever and come back, I'll probably be there. Because the technical thing is, because the space travel still appears on the map, if you're wondering, folks, with the space travel still there, technically that means I actually haven't completed all the events. But whether I would still be able to get the true ending, without actually seeing all the variations on the bed scenes, I don't know. But I would imagine, because I technically not completed all the events, it wouldn't let me get the charm, so. Anyway, I will end this episode right here, so if you like this video, please be sure to hit that like button, and if you really loved it, make sure to subscribe, and hit that notification bell to be part of the notification squad and be notified of whenever I upload a video. So, with all that being said and done, I will see y'all next time. This is Phantom0073, smoking up those ties, burning that rubber on out of here, and signing out.